こんにちは、ちおちゃんのお時間です。皆さんはイルカが頭のいい動物だということはご存知だと思います。水族館のイルカは芸を覚え、ブラジルでは人間の漁を手伝っているイルカの集団もいます。また古来よりあなたたち人間はイルカを食用などで利用してきました。ではなぜ人類にとって有用だったイルカは家畜化されなかったのでしょうか。そこで今回はイルカの生態を見ていくとともに、家畜化されなかった理由について説明したいと思います。ちおちゃんでは世界中の興味深いことについて解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。ですが本題に入る前に、家畜化とは何かについて理解しておく必要があります。家畜化は動物を人間の存在に慣らす単純な過程である。調教や飼い慣らしとは異なり、人間がその動物の生殖を管理し、さらにその管理を強化していく過程を言います。この過程において人間にとって有益な特徴を多く備える個体をその動物の群れの中から人為選択し続けるため、代を重ねることで遺伝子レベルでの好ましい変化が現れ、それが固定化することによって家畜化が成功します。そのためある動物を家畜と呼ぶには選択交配を行い、12世代までに野生種と遺伝的に異なっている必要があります。家畜とは人間にとって好ましい特徴を出すため、人間が進化の過程に影響を与えた種ということになります。どんなによく調教され人間の指示に従うアジアゾウであっても、彼らは選択交配がされていないため、家畜とは呼べず飼いならされた動物です。このように家畜化の決定的な特徴は人為選択にあります。人間は食品あるいは羊毛、綿、絹などの商品の生産や交通や戦争などの労働の補助のため、またペットとして単純に楽しむためなど、さまざまな理由でこれらの生物集団を人間の管理下に置き世話をしてきました。そのためペットのうちでも遺伝的に野生種と異なっているものは家畜動物と呼びます。家畜化された動物は気性がおとなしくなり、人に服従しやすくなります。また外見では耳が垂れる、尾が巻く、斑紋などの模様が現れる。元の野生種の性的に毛が大きい場合、性差が小さくなる、脳が縮小するなどの特徴が現れます。家畜化による変化は以前の動画キツネの家畜化実験でも詳しく説明しているので、興味のある方はご覧ください。冒頭でも述べましたが、イルカは賢い動物としてよく知られています。彼らは体重に占める脳の割合である脳下指数が人に次いで大きい動物です。また高い波数を持ったパルス音を発して物体に反射した音からその物体の特徴を知る能力を持っています。さらにその特徴を他の個体にパルス音で伝えることもできます。このようにイルカはコミュニケーション能力が高い動物なのです。ショーアンティル諸島では SOS 信号の発受信による助け合いが観察されています。群れから遠く離れた個体がサメに襲われた時 SOS 信号を出し、その信号を受け取った群れのイルカが助けに駆けつけました。助けられたイルカは自力で浮上することができませんでしたが、仲間に介護され2週間後に回復したといいます。ブラジル南部のラグナではイルカと漁師が協力関係を結んでいます。漁の様子はまずハンドウイルカがボラの群れを海岸に追い込みます。この時漁師たちは網を持って一列に並び、腰まで水に浸かって待ち構えています。彼らは水が濁っていて魚が見えないためイルカの動きを注視しています。そしてイルカたちが頭顔を水面に打ちつけると漁師たちはそれを合図に網を投げます。このように漁師たちはイルカの合図によって魚の居場所がわかるのです。一方のイルカはボラの群れがバラバラになるため群れから外れた魚を捕まえることができます。先史時代の世界各地の貝塚からイルカをはじめとするクジラ類の骨などが見つかっており、これらの骨は生活の道具や狩猟具、漁具として利用されてきました。日本でも約8000年前の縄文前期の遺跡とされる千葉県館山市の稲原貝塚においてイルカの骨に刺さった黒曜石の石器が出土していることや、約5000年前の縄文前期末から中期初頭には富山湾に面した石川県
マワキ遺跡で大量に出土したイルカの骨の研究によって積極的捕獲があったことが証明されています。現代でも南太平洋の島国や日本の一部、カナダのイヌイット地域などで肉が食用にされています。またイベリア半島の北岸からフランス西岸に面するビスケー湾周辺では中世まで盛んに捕獲が行われ、鯨油の原料や食肉として利用されてきました。イングランドの宮廷では17世紀頃までイルカが食卓に並んでいました。刺激動物としてはアメリカ海軍において動物兵器である軍用イルカとして機雷の探知、ダイバー救助などに利用されています。米海軍が和歌山県の太地漁港から花ボンドを購入した事例もあります。このようにイルカは昔から有用で人類に利用されてきました。ではなぜこれまで家畜化されることがなかったのでしょう。理由の一つに飼育する広さが挙げられます。イルカは海に住んでいるため馬や犬のように人間の近くで管理することができません。野生のイルカの中には1日に160キロもの距離を泳ぐものもいます。またほとんどのイルカは海の深い場所まで潜ることが多く、水面で過ごす時間はたったの2割ほどです。水族館のプールやイケスではこのような海の広さや深さを再現することはできません。イルカは狭いプールに閉じ込められるとイライラし攻撃的になってしまいます。他のイルカや時にはトレーナーを攻撃することもあります。イルカの脳のサイズは大きいものの、グリア細胞の割合が多く、ニューロン自体の密度はそれほど高くありません。脳のサイズのみから知性のレベルを判断することはできないのです。イルカの脳は高性能ですが、人のような四肢がないことで脳が人間のように十分に活かされていないと主張する研究者もいます。イルカが人間と同様の知性を持つ、あるいは人間以上の知性を持った存在として描かれる作品は多数存在するものの、いずれも科学的根拠に乏しいフィクションです。このように彼らの賢さは海で生活するのに適応したものに限定されています。そのためトレーナーたちは芸を教えるときは彼らの特性を引き出すようにしています。例えば水上にジャンプする行動も移動のときや狩りのときに普通に見られる行動です。また自然界でイルカは子供も大人もよく遊ぶため、そういった行動をうまく引き出しているに過ぎないのです。そのためイルカはあなたたち人間とは違い、嫌なことを我慢することはほとんどありません。彼らは空腹な時にしか芸をしないのです。そして最後に家畜動物として最も重要である選択交配がしにくいことが挙げられます。イルカは飼育下での繁殖率が非常に低く、流産や死産が多い動物です。誕生から1年後の生存率はわずか 20% 程度と言われています。また水族館のイルカの多くはメスなので、自然繁殖させるにはオスがいる他の水族館にメスを移動させたり、逆にオスを連れてきたりする必要があります。それらのマッチングや移動、繁殖用プールの整備などに多くのコストがかかります。それに加えイルカ自身の身体的負担も大きくなります。このような問題からイルカは家畜化されることがなかったのです。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。